はい、それで難しい。睡蓮の花のごとき儚く可憐なお嬢さんだ。どうか私と心中していただけないだろう。あた、すいません、忘れてください。小僧、ロープ。え、ロープ。いや、ロープなんてこんなとこにかけてやってる。あ、栗木田君、どこへ連れて行くんだ。ああ、敦君。あ、ちょっと待って、心中ちょっとでいいから。あぶー、こんなところにこんなもの、こんなところにこうやってやったらな。はい。依頼というのはですね、我が社のビルジェ。ちょっと、はい、行ってきます。行ってきます。行ってきます。真珠、真珠、ビジョット、真珠、真珠次第ビジョット。パワー！私の未来の真珠相手は帰ってしまったのか。ああ、お前の真珠相手ではない。貴様、どうやってそのロープをほどいてあれだけ固くしまったのに。甘いな、国木田君は。自殺マニアにとってロープは友達さ。あんな優しい縛りではまるで産切りくるまれているようなものさ。あ、そうだ、最強の結び方を教えてしんぜよ。最強の結び方があるのか。やはりここはもやい結びだな。結びの王と呼ばれている。ノッ、結びの王。あとはやはりイングリッシュマフィンとか。イングリッシュマフィン、そんな結び方があるのか。嘘だけどね。万年筆バキッ。うえー、降りて降りて、万年筆が降りて、国木田くんの大好きな万年筆が降りた。お前の心はいつ折れるんだ。万年筆買ってもらうからな。